皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況の林です。プロレス界の2大メジャー団体として君臨していた全日本プロレスと新日本プロレス、その昔故力道山が創始者となった日本プロレスから枝分かれしたこの2つの団体はそれぞれのカラーを出しながら発展していきました。日本プロレスからの本流を受け継ぐジャイアント馬場の全日本プロレス、片やストロングスタイルという新しいコンセプトの元人気を逃すアントニオ猪木の新日本プロレス。当初は資金面等いろいろな面で新日本は全日本の後塵を拝していました。しかし1970年代後半へ向かうと状況は一変。過激な仕掛け人こと新馬久志の手腕もあり、新日本は全日本を上回る興行成績を上げるようになります。そしてこの時期になると両団体の間で激しい興行戦争が勃発。当時馬場と猪木の確執とまで言われます。その中の最大の興行戦争となったのが8ヶ月に及ぶ仁義なき引き抜き戦争でした。プロレスにおいて一番大事なのは当然試合をするプロレスラーです。そのため優秀なレスラーをめぐって全日本と新日本は以前から激しい人材争奪戦を繰り広げていました。1972年には全日本はミュンヘンオリンピックの代表であった鶴田智美、後のジャンボ鶴田をスカウトします。するとその翌年に新日本は同じくミュンヘンオリンピック代表の吉田光を、後の長州力をスカウト仕返します。この頃から両団体はバチバチでした。さらに当時のマッチメイクは日本人対外国人という図式が基本。興行にはどうしても優秀な外国人選手が必要不可欠でした。当時全日本ではテリー・ファンク、ドリー・ファンクのザ・ファンクスとヒールレスラーのアブドーラ・ザ・ブッチャーらがトップレスラーとして君臨。新日本ではスタン・ハンセンやタイガー・ジェット・シンらがトップレスラーとして活躍していました。そして1980年代に入ると完全に新日本の勢いが全日本を上回ります。ここからプロレス史に刻まれる引き抜き戦争が勃発するのです。まずは最初に仕掛けたのは新日本プロレスの新馬久志でした。1981年5月8日新日本の川崎市体育館大会に突如アブドーラ・ザ・ブッチャーが登場します。ブッチャーは約1週間前の4月30日まで全日本プロレスに参戦していました。それが突如新日本のリングに登場したのです。ブッチャーは全日本のトップレスラーであると同時に旗揚げ時から参戦していたレスラーでした。当時新日本は興行成績で全日本に水をあけられていました。そこで新馬久志は全日本を潰しに行くためにブッチャーを引き抜いたのです。ただ当時ブッチャー自身の実力に関して猪木は認めておらず、レスラーとしての価値に疑問を呈していました。しかし人気や知名度は抜群でブッチャーを引き抜くことのメリットが大きいと新馬に説得されてゴーサインを出したと言われています。猪木自身は引き抜きにあまり乗り気ではありませんでした。一方のブッチャーサイドはこの時全日本プロレスと少しずつ溝ができていたのです。旗揚げ当初から看板レスラーとして活躍していたブッチャー、しかしギャラの方は人気と比例せず一向に上がることがありませんでした。有名な話ですが、馬場はギャラに関しては非常に厳しい人物で俗に言うケチと呼ばれていたのです。ブッチャーは再三馬場にギャラの値上げを交渉していたのですが、なかなか了承されることはありませんでした。そんなブッチャーに梶原一騎の側近で元新日本プロレスのレフェリーだったユセフトルコが接触してきます。そしてトルコを通じてブッチャーは新馬に紹介されることになるのでした。前述のように全日本プロレスに大きく水をあけられていた新日本プロレス、当然新馬はこの話に飛びつきブッチャーを引き抜くことになったのです。新馬が提示した金額はそれこそ破格で
ブッチャーサイドとしてもすぐに OK しても良い金額でした。もともとビジネスマンとしての気質が強かったブッチャー。それでもババには強い恩義を感じていました。そこで新日本プロレスから提示された契約内容をババに提示したのです。おそらくブッチャーとしても全日本プロレスでプロレスを続けたいという気持ちも少なからずあったのでしょう。ただババはその契約内容を見て言ってもいいよと応じるのでした。ババはブッチャーというレスラーの実力を見抜いていたのです。ブッチャーが全日本プロレスで人気レスラーとなったのはファンクス兄弟との構想のおかげでした。そのため新日本プロレスでは活躍できないと踏んでいたのです。実際に移籍後のブッチャーは新日本プロレスでは活躍できませんでした。このあたりはババと猪木の評価が同じなのが何とも言えませんね。ただこのブッチャーの引き抜きが両団体の引き抜き合戦の始まりとなるのでした。新馬はさらに当時全日本のナンバー3であったタイガー戸口に接触します。戸口は当時アメリカに住んでいました。そのため全日本に参戦するには飛行機で移動していたのです。しかし当時のババは飛行機代を支払うことをしなかったのでした。また全日本にはババの下にはジャンボ鶴田がいました。戸口自身これ以上全日本にいても鶴田より上に行くことができないことを自覚していたのです。そして新馬はブッチャー同様に金銭で引き抜くことに成功するのでした。ブッチャーだけではなく戸口まで。これらの引き抜きにさすがの全日本プロレスも黙っていませんでした。新日本プロレスのトップ外国人選手だったタイガージェットシンを引き抜き返します。シンは同じヒールレスラーであるブッチャーが新日本に来ることを快く思っていませんでした。シンはブッチャーの参戦についてシンマに問い詰めます。シンマはシンにブッチャーとは絡ませないと返答するのですが、シンの不信感を拭うまでには至りませんでした。そこにババ自らシンの交渉にあたり引き抜くことに成功するのです。シンマはブッチャーの引き抜きで有頂天になっていたみたいで、その隙を突かれた形になりました。さらにババは新日本と提携していた NWA フロリダから当時インターナショナルジュニア王者だったチャボ・ゲレロをベルトごと全日本に引き抜きます。全日本には選手たちと太いパイプを持つザ・ファンクスがいました。実際アメリカではファンクス家とゲレロ家は窮地の中、しかもフロリダ地域はファンクス家の庭でした。テリー・ファンクの仲介であっさりとチャボ・ゲレロは全日本に参戦することになります。全日本プロレスの引き抜きはまだ止まりません。当時フリーではあったものの新日本を主戦場にしていた上田馬之助を引き抜きます。これは元パートナーであった新の強い希望でもありました。上田も新からの誘いを断る理由は一切なかったこともあり、全日本のリングに立ちます。これらの引き抜きにもちろん新馬も黙っていません。当時全日本と協力関係であったディック・マードックを引き抜きます。当時ファンクスの後を受けてフロリダのマーケットを管理していたマードック、彼はババに新日本からの提案を報告しました。ババはマードックの新日本への移籍を承諾します。ブッチャーの時もそうでしたが、ババは基本去る者は追わないタイプ。ただその器量の大きさから外国人レスラーはみんなババを慕っていました。その経緯もあり引き抜きの際には必ず相談をしていたみたいです。なのでお金で引き抜く新馬とは対照的です。ただこの引き抜き戦争は明らかに泥沼の展開になっていました。ここで全日本プロレスが強烈な一手を打ちます。1981年末、全日本プロレス年末の風物詩世界最強タッグリーグ最終戦、ザ・ファンクス対ブロディ・スヌーカ組の一戦、勝った方が優勝のこの試合に
突如スタン・ハンセンが登場します。そしてラリアットでテリーを KO してしまいます。そのままブロディ・スヌーカ組が優勝し、ハンセンも共闘する形で全日本プロレスに参戦するのです。この参戦は誰も予想しておらず、プロレス界に大きな衝撃を与えました。このハンセンの引き抜きにはテリーが大きく関与していました。実は秘密裏にテリーとハンセンがフロリダで交渉していたのです。シンマもハンセンの引き抜きに関して最善の注意を払っていました。もちろん契約交渉も早めに締結しようと行動していたみたいです。それをハンセンがのらりくらりと先送りにしていたようでした。ただシンマからすればハンセンは大丈夫だと高をくくっていたのです。しかしそれは大きな間違いでした。実はハンセンが全日本プロレスに移籍するきっかけとなったのはシン同様にブッチャーが原因だったのです。ハンセンは後に川崎にアブドーラが現れた時はショックだった、彼のことをババはトップガイと思っていたからね、今後アブドーラが参入することによって自分のポジションはどうなるのかと考えたのは事実だよと語っていました。それほどまでに当時のブッチャーはネームバリューも人気もずば抜けていたのです。実際にハンセンはシンマに自分のポジションについてどうなるか尋ねていました。するとシンマはハンセンにブッチャーは太りすぎだから長持ちしないよと答えるのです。この発言を聞いてハンセンは思いました。多分この男は自分がいない場所で同じように他のレスラーに自分のことを悪く言っているに違いないと。シンマへの不信感が新日本プロレスを離脱する一番の原因だったのです。さすがにハンセンを引き抜かれたのは新日本プロレスにとっては致命的でした。年が明けた1月、当時週刊ゴングの編集長であった竹内氏に一本の電話が入ります。電話の主はシンマ。なんとかババさんに会えないだろうかと。その後竹内の仲介でババとシンマが会談をすることに。そこには猪木も参加してババと猪木の首脳会談が開催されます。窮地の中の2人、会談は問題なく進み、新日本プロレスが折れる形で引き抜き防止協定が結ばれることになるのでした。これが8ヶ月に及んだ引き抜き戦争の全貌になります。人望で人を引き抜くジャイアントババ、お金で人を引き抜く新馬久志、くしくも人望を大事にするババが勝利することとなったのです。お金に左右される外国人選手、それでもやはりババの器量の大きさに惹かれるレスラーは多かったのではないでしょうか。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。